さんもね聞けると思うので、うん、まあそうですね、暇な時もう一回見直してみたりしてみてください。では今日もね、人が少なかったらどんどんね、当てていくので、皆さんまあ、できたらコメントお願いします。当てられた人はね、ちょっと発言ね、まあ、できるという方はね、ちょっとね、喋ってください。お願いします。では今日はね、男性のおしっこは立ってするべき、座ってするべきっていうね、内容を紹介します。この内容も、私たちの Language Tales のサイトから取っています。Language Tales のサイト、皆さん知ってますかね？はい、送っとこ、はい。皆さんよかったら見てみてください。このサイトには、まあ、文章だけじゃ、まあ、オリジナルの文章だけじゃなくて、文法とか単語とか、あとは、まあ、N1 とか、まあ、N2 どれくらいのレベルなのかっていうのも書いてくれてますので、ぜひ皆さんのそうですね、勉強の、そうですね、お助けができるかなと思います。はい。で、まあそうですね、中国語訳も書いてあるので、最初、それ文章を読むの苦手だなっていう方には、まあそうですね、まあそうですね、通訳を見てもらいながら、ね、翻訳を見てもらいながら、文章を読めるので、ね、ぜひ活用してみてください。その中からね、一部、ね、取ってきました。今日ね、男性のおしっこ、ね、シャオピエンという話なんですね。皆さん、ご飯食べてる方、すいません。はい大丈夫かな？おしっこの話がね、何回も何回も出てくるので、ちょっと嫌だなっていう人は、ちょっと本当にごめんなさい。はい。では、読み上げます、ね男性のおしっこは立ってするべき、座ってするべき、世の男性のおしっこは立ってするべきか、座ってするべきかといった議論が続いています。座ってするべきではないのでしょうか、ごめんなさい。座ってするべきではないのでしょうか、はい、あるアメリカの調査で、現在アメリカにおいて男性が座って用を足すというのはごく一般的に、一般的となっているそうです。特に結婚している男性では半数近くの人が座って排尿するという結果になりました。私も結婚してからは、うちでは主人に座って排尿してもらうようにしています。もうね、7年になります。もう結婚して7年になりましたが、今では普通に座って排尿をしています。おしっこをする際に座ってするという人の中には、妻から立ってするな、立ってするなが、立ってするなら汚さないと断言してとプレッシャーを与えられている家庭もいるようです。どうですか皆さんのお家は大丈夫かな実際のところはどうなの、ね、立ってすると本当に汚れちゃうの立っておしっこする男性の中には、ちゃんと便器めがけているので、外れることはないし、汚れるなんてもってのほかだという、方もいます。トイレの開発をしている会社の研究によると、ちゃんと便器におしっこをしても、肉眼では確認できないおしっこのしぶきが立っているので、便器や壁、そして床に汚れが飛び散っているそうです。実際立っておしっこをしている家庭では必ずトイレの匂いが残ると言います。匂いはごまかすことはできませんよね。座っておしっこをする人はここ数年確実に増えていることは確かです。これ文章の一部なので、他にもまあ、もうちょっとね、長い文章が書いてあるので、皆さんよかったら覗いてみてください。文法とか、単語、今日は紹介していきます。はい。男性のおしっこどうですか皆さんのうちではどうかな立って座ってます立ってしてますかそれとも座ってしていますかはい。まあ、何人か聞いてみようかな。皆さんどうですか ?T 長さん。じゃあ、それでよかったら、そうですね。コメントお願いします。どうですかね、おしっこどうやってやってますか立ってやってます座ってやってますかねはい。は
はい、そうですね。うん、はい。そうだな。他にもそうですね。皆さんいろいろ、あ、そう、今日たくさん参加してくれてる。ありがとうございます。じゃあ、他の人の今日聞いてみようかな。そうですね。テディ長さん。どうですかね。聞こえますか？はい。はい。はい、テディさん、あ、こんばんは、ね、ご参加いただきありがとうございます。テディさんはおしっこ、ね、まあ、しょんべん、そうですね、立ってしてますか、座ってしてますか。え、何、シャオピエンですかね、ごめんなさいね、シャオピエンの話。はい、立って座立ってしてますか、座ってしてますか。ドキドキ立っても、あ、時々立って、時々、うん、そうです、そう、座ってすることもあるんですね。Yes. 珍しいですね。ありがとうございます、ね。はい、いや、嬉しいです、座ってしてくれてる人がいる、というのは嬉しいですよね。はい、ありがとうございます。はい、はい、ではね、文章ちょっともうちょっと戻ってみてみましょう。まあ、世の男性、最近世界の男性では、おしっこは立ってするべきか座ってするべきかといった、議論が続いています。立ってするべきでしょ、座ってするべきですよっていろいろな人がね、まあ、意見を言っているんですが、このといったという文法なんですが、 N3 で出てくる文法です。皆さん見たことありますかね。なんかいろいろなことを紹介するときに、といったというね、文法を使います。例えば、そうですね。日本料理には、お寿司、まあ、お寿司、そうだな。お寿司、すき焼き、天ぷら、といった、ね、まあ、料理があります。というふうにね、例をいくつか出すときに、といったを使います。もちろん、たくさん出さなくてもいいです。ね、すき焼きといった、ね、そうですね、鍋料理がありますとかね、まあ、一つだけでもいいです。はい、皆さんもこのといったという、ね、例文で、そうですね、何か紹介してもらえますか。例えばね、ね、夜市は、そうですね、臭豆腐といった、そうですね、珍しい食べ物、珍しいかな、珍しくないか、臭豆腐といった、ね、美味しい食べ物がありますとかね、はい。そんな感じで、ね、なんか、例文作ってもらえたら嬉しいです。はい。紹介聞いてみようかな。聞いてみようと。じゃあ、そうだな。ペターさん。聞こえてますか？聞こえますか？ペターさん。あ、参加しない。あ、参加しないか。そうだな。参加してるの上だけか。あ、リンさん。リン。リン、なんて読むんでしょう。リンさん。リン少々さん。これなんて読むの？わかんない。ごめんなさい。リンさん、聞こえますか？お願いします。はい。忙しいのかな？じゃあ、あ、アリエルさん。あ、エリセンさん参加してくれたんですね、ありがとうございます。エリセンさん、じゃあお願いします。はい、はい、お久しぶりです。はい、お久しぶりです。さっき、あの、といったという例文作ってもらえますか。はいはい、ねといったね、例を出すときに使います。難しかったかな。じゃあ、世界のスポーツには、はいはい、ね、世界のスポーツ、ね、この紹介とかだったらね。バスケット、世界のスポーツは、あ、サッカーが、はい、
サッカーかバスケットかといった、一番人気が、映った。はい、人気があります。まあ、サッカー、はい、ね、バスケットボールといったスポーツが人気です。ね、サッカー、バスケットボール、といったスポーツが人気です。はい、ありがとうございます。ね、頑張ってくれましたね。はい、すいません。ではね、続き読んでいきましょう。ね、といった例文を出すときに使いました。次、あるアメリカの調査で、現在アメリカにおいてアメリカでというんですね、男性が座って用を足す。用を足すというのも、まあ、おしっこ、そしてトイレに行くことと同じ意味ですね。というのはごく一般的、ごく一般的となっているそうです。ごく、この副詞は、とてもという意味です。とても、一般的、とても普通なことらしいですね。本当かな？アメリカで座って用を足す、座っておしっこをするのは普通なんだって。ちょっとこれ、他の、そうですね、文章を見たとき、びっくりしたんですけど、その調査を見たとき、あ、そうなの？アメリカ人はもう皆さん座っているの？と思ってね。はい。見てびっくりしました。特に結婚している男性の、まあ、そうですね、半数近くの人が座って排尿するという結果になりました。これはね、アメリカですけれども、そうですね、結婚している男性では、そうですね、半分ぐらいの人がもう座ってしているそうです。私も結婚してから、うちでは主人に座って排尿してもらうようにしています。そうですね、結婚してもう7年ですけど、結婚した時から、もうごめんなさい。座ってしてくださいって言ってね、はい、お願いしました。それからまあずっと7年ずっと座って、そうですね、排尿してくれています。ありがたいですよね、本当に。まあ、掃除が助かる、とにかく、はい。最初は、座ってするの？とかってね、言われたんですけど、ね、まあ慣れるものです。はい、今日の文法、これもね、N3 の文法で出てきます。ようにしています。ようにしています。聞いたことありますかね？言ってみよう。ようにしています。どういう意味でしょうか？あ、どうするぜ。これじゃない。ちょっと待って。ようにしています。聞いたことありますかね？皆さん、この文法。そうだな。デミさん。はい。ありがとうございます。はい。デミさん、じゃあお願いします。だよ。はい。ようにしていますというような文法を聞いたことありますか？まあ、コロナのうつ、コロナうつって感染者数が多いところは行かないようにしている。そうですね。感染者数。もう例文作ってくれましたね。ありがとうございます。意味はね、はい、何でしょうかね。移行形プラス、しています。移行形プラスしています。そうですね。行かないようにしています。はい。努力している習慣に使うんですね。頑張っている習慣。例えば、毎日運動するようにしています。とかね。はい。そんな。風に使いますね。はい。で、感染者数のところ、多いところね、行かないように皆さん気をつけてくださいね。はい。ありがとうございます。じゃあ次、また紹介してみましょう。もう結婚して7年になりましたが、今では普通に座って排尿をしています。それ、うちの主人です。おしっこをする際に座ってするという人の中には、妻から、まあ、私のことですね。まあ、他の方の奥さんも、まあ、こういうようなことを言っているかもしれませんね。立ってするな。ね、立ってするなら、汚さないと断言して、ね、
絶対汚さないと言ってください。それじゃないと立ってするな、ね、というプレッシャーを与えられている家庭もいるようです。皆さんどうですかね、家でまあ何かプレッシャー与えられてたりしますか、まあ、奥さんにプレッシャーを与えられているか、もしくはね、主人にプレッシャーを与えられている、ね、はい、もしくはな、結婚していない方は、そうですね、家族にプレッシャーを与えられているとかね、もしくはね、会社の社長にプレッシャーを与えられているでもいいですけど、なんかプレッシャーを与えられていることありますかね。はい、じゃあ、本当に聞いてみましょう。UFO ですかね、UFO30710 の方、はい、聞こえますか。先生こんにちは。こんにちは、こんばんは。すみません、はい、プレッシャーを得られている意味はちょっとわからない、うん、あ、プレッシャーというのは圧力、まあ、やりですね。あ、相当やり、与えら、被、被、给到やり、そうですね、それで相当やり。わかりました。はい、プレッシャー何か与えられてますかね。うちはこんなに問題はないです。ああ、結構自由な感じですか。はいはいはい、はい、うん、プレッシャーを与えることもないですか。もう本当に、あ、好きなことをしていいよっていう感じですかね。はい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 、はい、先生ありがとう。 ありがとうございますはい、そうですね、ありがとうございます。他には例えば皆さんの家の中でのルールとかありますか。こう、うちの中ではそうですね、トイレは立ってしないでくださいとかね、そういうルール、そうですね、ご飯を食べるときはテレビを消してくださいっていうような、そんなルール、皆さんあるかな。それは聞いてみよう。そうですね。佐藤さん、佐藤さんは日本人の方かな。はい。もしもーし。もしもーし。佐藤さん。もしもし。あ、もしもし。はい。もしもし。こんばんは。こんばんは。はい。日本人の方ですか。あ、半分ですね。あ、半分。あ、半分。ハーフ。ハーフ。そうそうそう。はい。こんにちは。よろしくお願いします。こんにちは。はい。どうですかね。じゃあ、佐藤さんのご意見も聞いてみようかなと思います。ちなみになったら、はい、一応出かける前にね、そう、お母さんにどこ行くとか、そう、何時戻るのか、そう、一応、先言っとく。あー、そうなんですね。そうそうそう、出かける前にどこに行く、ね、誰と会う、誰と会う、そうそうそう、聞かれちゃうんですね。なるほど、そうか、はい、何時に帰ってこいとかね、そういう門限もあったりするんですか。そ う, そ う, そ う, うんね、あってる。あ、ある、うん、あるある厳しいな、はい、ね。あ、そうなんですね。はい、それが、まあ、家の中のルールです。うん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。参加いただきありがとうございます。はい、そうですね、もう一人だけ聞いてみようかな。皆さん、ね、家の中のルールがありますかね。森さん、日本語喋れますか。どうですかね、森。お友達なんですよね。はい、森さんダメかな。そうだな、じゃあ他の方にも聞いてみよう。そうだな、こう、そうだな、そうですね。じゃあもう一回当てられちゃうけど、テディさん、テディ長さん。はい、私。はい、はい、そうですね、私ですね、僕ですね。家の中のルールあります。はい、もしくはなんかプレッシャーを与えられている、これはしてはいけないみたいな。うん、
プレッシャーはやっぱりありますよ。どんなプレッシャーがあるんですか？だって私が学生。あ、学生なんですね。あ、学生じゃない。学生、あ、学生なんですか？学生さん？そう。うん、はい。学生。はい、学生さんですから、ルールいっぱいあるかな。どんなルールか。プレッシャーでは中国語はやりですかな。あ、そう。そうですね。プレッシャーで。そうだ、やり。じゃあ、私のプレッシャーはやっぱり来年の試験かな。あー、来年の試験。あ、でも誰かにこうプレッシャーを与えられているというわけじゃなくて、それは自分の中でのプレッシャーかな。そう。そう、あ、そうなんですね。試験なんですね。なんか、これのプレッシャーはやっぱり大変だな。うん、あー、そうなんですね。合格しなきゃいけないというプレッシャーあるかな。うん、はい、頑張ってください、試験。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。じゃあ次行きましょう。実際のところ、皆さんどうですか？立ってするのが、立ってすると本当に汚れちゃうの？ちゃう？聞いたことありますかね？これもまあ N さんの文法出てきますが、ね、てしまうというね、意味です。ね、てしまう。てしまうという意味なんですが、残念な気持ちが生えている、口語的な言葉です。汚れちゃうの？立っておしっこする男性の中には、ちゃんと便器めがけて、めがけるというのは、まあ、その目標に何かをする。便器を目標に、シャッってやってるんですけど、ね、めがける、ね。皆さん初めて聞く単語かな、外れることはないし、汚れるなんて、もってのほかだ、ね。この単語も、皆さん初めてかな。もってのほかというのはもう論外、絶対ありません、もってのほか、そうですね、もう話にならない、絶対それはありません、汚れるなんて絶対ありません、という時にもってのほかを使います、まあ、男性の中ではちゃんと便器めがけてやってるから絶対に汚れないよって言っていますが、という方もいます。トイレの開発をしている会社の研究によると、まあ、ちゃんと便器におしっこをしていても、まあ、肉眼、まあ、私たちの目では見えない、確認できないおしっこのしぶきが立っているので、しぶきというのは、まあ、小さい水の、ね、まあそうですね、小さい細かい水っていうのはそうですね、こうファファファーってなったよね、これはしぶきと言います。細かいこう水の点点点点ですね、はい、しぶきが立っているので便器や壁そして床に汚れが飛び散っているそうです。いろいろなところに飛んでいるそうですよ、実際立っておしっこしている家庭では必ずトイレに匂いが残ると言います。皆さんどうですかね、まあ、立ってしている方匂いありますかね。匂いはごまかすことはできませんよね。まあ、ごまかす。ね。はい。聞いてみようかな。ごまかす。聞いたことあるかな。はい。じゃあ、デミーさん。デミーさん、ごまかすって聞いたことありますか？この単語。ないです。あ、ないです。そうない。はい。ごまかす。ありがとうございます。はい。じゃあちょっと説明しようかな。あ、すいません。はい。まあ、ごまかすというのは、そうですね。ないことにする。ね。まあ、匂い？うん。
や、ないよないよってね、ごまかすね、はい、そういう時にごまかすっていうの。例えばこう私が水を飲んでこうポトって落ちたとしますね。ちょっと恥ずかしいですからこうやって拭いてごまかすね、ないことにする、いや誰も見てないよね、ごまかすっていうね、はい、その動作をねごまかすと言いますね、ないことにするね、はい。匂いを、まあ匂いが残っているので、まあ、ないことにすることはできませんよねっていうことです。座っておしっこをする人はここ数年確実に増えているのはね、確かです。まあ本当ですという意味です。どうですかね、皆さんのお家では立ってしていますか、座ってしていますか。まあ女性の方はそうですね、家族が立って座って立てしているか、まあ、座ってしているかっていうのをね、ちょっと紹介してもらおうかなと思います。エイセンさん、どうですかね、はい。ご主人、どうですか、立ってしてますか、座っておしっこしてますか。座ってしてます。はい。それは結婚した時からもう座ってしてくれてるのかな。うん、いいね。エレセンさんがお願い。あ、はい、はい。あ、そうですね。もう、座ってする、座ってしました。あ、そうなんです。結婚してから座ってしてくれるようになりました？あ、いえ、結婚前。あ、結婚前から座って、してくれるようになりました。そうです。そうですよね。嬉しいですよね。それは、エレセンさんがやっぱり掃除大変だから座ってお願いしますってお願いしたのかな？いえ。違う。トイレ、主人はトイレと掃除します。ああ、そうなんですね。うん、ね。ご主人が自分で掃除をするので、あ、それは大変だと思って、じゃあ座ってしようってことになったんですね。はい、はい、素晴らしい。そうそうそう、そうですね。まあ、あの日本の、まあ、トイレと台湾のトイレが、まあ、そうですね、そもそも、まあ、場所が違うので、日本は結構あのトイレはトイレ、お風呂はお風呂というふうに、ね、なっているので、まあ、台湾みたいにこう水で流すっていうことができないですよね。そうなると、まあ、飛び散ったものは全部こう手で拭いていかないと、ね、取れないんですよね。だからまあ日本にはもしかしたらね、あのそれ便、あ、まあ、座ってする方が、多いのかもしれません。ちょっと少しずつ増えているのかもしれません。他の方にも聞いてみよう。はい、じゃあそうですね。UFO 307103、307110、はい、お願いします。はい、はい、どうですか。リーです。リーです。あ、リー、あ、リーさん、よろしくお願いします。はい、リーさん。うちの父は、うちの父は立て。うん。立て。立て。立って、ずっと立って。ずっと立って、はい。はい。汚れることも、うん、うち、母さんずっと掃除している。ああ、そうなんですね。はい。だから母さん大変 しました。ああ、お母さん大変そうですね。はい。ずっと、まあ、怒れてる。ああ、そうです、ね。確かに。まあ、そうですね。今すぐに帰ってって言って、帰れるものではないのでね。うん、はい、無理をするとね、多分、お父さんぐらいの人は多分怒っちゃうかもしれませんよね。うん、はい、はい、はい。そうですよね。でも大変ですが。はい。頑張ってください。ありがとうございます。はい、先生、ありがとうございます。はい。じゃあ、ユティチャンさん、どうですかね。はい、もしもーし、ユティチャンさん、はい、もしもーし、ユティチャンさん、OK、
聞こえるかな。はい、忙しいようですね。じゃあ、もう一回すみません、佐藤さん、お願いします。はい、はい、よしよし、はい、佐藤さんのお家ではどうですかね。うちは、そう、お父さんとお兄さん、みんな座っていてます。あ、座ってやってます。そうそうそう、そうですね。うん、それはどうして座ってやってるんですか。座って、まあ聞いたことあるの、みんな便利だって。そう、あ、便利、便利、うん、そう、うん、はい、座ってやってる方が便利ですか。そう、あ、そうなんです。楽だね。あ、楽、座っての方が楽。そうですよね。ありがとうございます。最近はね、若い人は結構座ってする方が多いそうですよ。なんか理由が、まあ、立ってするより座ってする方がゆっくりできるというね、方もいますし、あと座ってした方が、最近はね、スマホとかね、いじっている方多いですよね。スマホをゆっくり見れる、ね。あとは、そうですね、リビングに、いたら、それスマホをずっといじってたお母さんにも、もうスマホいい加減やめなさい、って言われちゃうかもしれないですけど、トイレの中だったら、ね、座ってゆっくりできますよね。トイレの中だったら、まあお母さんに怒られることもないということで、座ってトイレをしながら、そうですね、まあそうですね、ちょんべん、あ、ちょんべん、おしっこをしながらね、まあスマホをいじっている方は結構多いみたいですね。はい、じゃあそうだな、あとは、あ、うちの息子、まあ今3歳なんですけど、うちでは座ってさせています。でもちょっとね、学校では座ってさせるっていうのもね、ちょっとかわいそうなので、学校ではね、立ってしているそうですね。だからまあ両方できる、まあ両方できた方がありがたいですよね。外に行った時もまあできるので、うん、じゃあ皆さんにとってその座ってするメリットと立ってするメリット、はい、ありますか。メリットというのは、いいこと。メリットというのはいいことをメリットと言います。立って、あ、座ってすることでのメリットって何ですか。あと、そうですね、座ってするメリットと立ってするメリット、それぞれ皆さんに、紹介してもらおうかなと思います。座ってするメリットあるかな。じゃあデミさん、はい、縦のメリット、はい、立ってするメリット、男の場合は、うん、男だから何回も座ることは進めようとしたが全然受け入れませんだからメリットはですよ、受け入れてくれないですよ。そうそうそう、メリットは、メリット、男っぽい、タンパク、そうですね、タンパクみたい、威厳を保つことができますよね。威厳、あ、そうそう、威厳っていうのは、まあ、自分、そうそうそう、自分はこう、こう男なんだ、ね、偉いんだっていうところをね、はい、そうですね、見せつけることができる、ね、威厳を保つことができる、ね、それが、まあ、立ってすることでのメリット。じゃあ座ってするメリットは何だと思いますか。私にとって掃除の時は絶対便利です。匂いはないです。そうですよね。まあ女性、まあ掃除をしている人にとっては、まあ方にとってはね、座ってしてもらった方が絶対ありがたいですよね。そうですね、匂いは本当に全然ないですね。でも男にとって小さいから、幼い時からずっと立ってから、今大人になったらなかなか、受け入れません。絶対受け入れません。そうですね、これから座ってしてくださいって言ったら受け入れられないですよね。そう、俺の威厳はみたいなね。保つことができない。そう、そうです。ありがとうございます。じゃあ、そうですね、テディさんにも聞いてみましょう。座ってってのメリットと立ってするメリット。テディ・ジョーさん。はい。メリットかな。うん。
で、でもメリットは意味は何？あ、メリットごめんなさい。メリットはいいところ。いいところ。いあ好的点。メリット。たす、座ってか、おしこにや、座ってからな、おしこにやっぱり、おいの出す。あ、そう、あ、そうですね。Yeah. 座ってやった方がたくさん出るっていう、yeah. あの研究結果も出ているそうですよ。うん、そうなんですか。そう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 、たくさん出るそうですよ。立ってするより。え、はい。Yeah. よく知ってましたね。いや、はい。じゃあ、ジャスタスのメリット、やっぱり便利も早い。便利ですよね。早い、そうですね。Yeah. こう。ちょろって出すだけですもんね。簡単ですよね。はい。うん、簡単というところがあります。ありがとうございます。はい。じゃあ、もう一人、もう一人だけ聞いてみようかな。ありがとうございます。UFO、あ、そうだ、リーさんですね。UFO さん。はい、リーさん。はい。はい。座る。メリットは、トイレ、きれいです。そうですね、座ってしてくれるときれいです。そうです。そう、きれいさを保つことができますよね。はい。はい、立って、立って、立って、メリットは、男らしい。男らしい、そうですね。かっこいい感じがしますよね。うん、はいはい。これはもうこの形を、この、そうですね、スタイルをキープし続けるんだ、みたいなね。はい、はい。まあ、いわゆる威厳ですよね。威厳を保つ。そうそうそう。はい、それ大事です。男性にとってはね、結構メンツもね、結構大切ですから。うん、はい。よろしなるほど、ありがとうございます。はい、先生、ありがとう。はい、あ、そうだ、では、そうですね、そろそろ時間かな。うん、はい、そうですね、私ちょっとね、ちょっと紹介させてください。12月から、まあ、N1 から、まあ、N5 に関する、まあ、そうですね、うん、授業が、あります。平日の夜の授業、もしくは、そうですね、休日、まあ、そうですね、土曜日、日曜日などに、やっているので、皆さん、もし興味があったら、覗いてみてください。そうですね、ちょっと、まあ、3人から5人ぐらいのクラスでやろうと思っています。まあ、テストを受けるんだけど、そうだな。ちょっと文法わかんないとかね、いう方、もしくはね、会話の授業、まあこれとは別なんですけど、会話の授業をやってみたい、もしくは個人的にね、勉強したいという方がいたら、ぜひ、連絡ください。これ貼り付けておきます。はい。わかるかな？ではね、今日ね、ここまでにします。皆さん質問とかありますかね？大丈夫かな。はい。ちょうど40分ぐらいになりました。今日は、授業ここまでにします。皆さんありがとうございました。またね、機会が、そうですね。ありがとうございます。機会があるときにね、またやろうと思うので、ぜひ参加してください。うん、はい。ありがとうございます。じゃあまた。お疲れ様でした。はい、先生、ありがとうございます。おやすみなさい。ありがとうございました。おやすみ。